はい、20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計217店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで今日は香川県善通寺市にある鎌福うどんさんの方へ向かっていっております。それではこの鎌福うどんさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.25 点、そして Google の点数が 3.5 点となっています。営業時間は11時から14時まで、定休日は毎週日曜日と祝祭日、そして第3水曜日となっています。交通手段として車で来た場合は駐車場が約10台分あります。電車の場合は最寄り駅が金蔵寺駅、700メートルほどしか離れてなくて徒歩約8分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしては永田院かのかさんであったり川川うどんさんがあるあなたり、おすすめは乃木うどんです。善通寺に駐屯していた乃木大将が考えたうどん。鎌福さんは和菓子屋さんが開いているうどん屋さんです。その山地製菓さんはお店の真隣に並んでいます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはサービス店になります。今回はさぬき大師餅のモッフルが入った乃木うどんの小を注文します。鎌福うどんの乃木うどんの小で、はい、あと10分ほどお時間いただくように。あ、大丈夫です。はい、それと上に乗るモッフルなんですけど、はい、この大師餅のプレーンかあんかになるんですけど、どっちが人気ですか？このお店なんですけど私はあんの方をおすすめしてます。そしたらあんで、はい、はい、モッフルは追加料金であん入りに変更しました。10分ほどかかるので好きな席で待ちましょう。店内はこんな感じになってます。座敷テーブルが揃っているお店で、右に見える壁の奥に山地製菓さんがあります。また食べ終わった頃にプリン注文しますね。わかります。はい、お願いします。それではいただきます。麺は細くて角のない優しいタイプの麺でした。丸みを帯びたうどんは出汁との絡みも良かったです。ふわっとしたコシの老若男女誰でも食べやすいうどんだと思います。出汁は乃木うどん特有の鶏を炊いている旨味が染みたいりこを感じる
ほっと優しい出汁でした。鶏肉もゴロゴロと入っていて、柔らかくて誰でも食べやすい美味しい鶏です。そもそも乃木うどんというのは、鶏肉とお餅を乗せた体力がつくようにと作られたうどんらしいです。山地製菓さんは和菓子屋さんなので、このお餅が専門分野で合ってるんですよね。ちなみにモッフルというのはお餅のワッフルのことです。出汁に浸ってる部分はトロトロで、外はカリカリで香ばしくて、あんこの甘さが美味しいです。もし今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひぜひこちらの動画、そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでいってください。それでは最後の一口いただきます。あんこの甘さと出汁と食べ合わせが良くて、お菓子屋、そして善通寺ならではのうどんだったなって思います。それでは食後のデザート、和プリンを注文します。あ、ごめんなさい、プリンいただいてもいいですか。きなこで、はい、はい、ありがとうございます。それでは和プリンきなこ味いただきます。ものすごいねっとり感です。ムチッとした重量感で、濃厚なでも上品なきな粉の甘さが新しかったです。店内で食べるとついてくるバニラアイスもうどんの後にちょうどよくて美味しかったです。それでは本当に最後の一口いただきます。うどんもデザートもとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。はい、はい、はい、雨上がりの赤い夕焼け綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ラインメイサーっていう立ち上がりのさ。